山本英子と言います。ウェブプログラミングという授業です。言語的には HTML5 と CSS っていう、まあ、デザインレイアウト系のものと、あと、今回動きをつけるのに JavaScript っていうものを使っています。実際にウェブページに表示される際の言語というか書き方ですね。デザインもできるし、動きのところも作れますよっていうところまでをちょっとやっていこうかなとは思ってますね。一つ、まあ言語、プログラミング言語、簡単なものでも知っていれば、他の言語を見た時とか自分が見てるサイトとかでも、あ、こう動いてるんだなっていうことが説明できますし、プログラミングも、まあ、言語なので、こう書いたらこう意味があって、この書く意味はこうだよっていうのは大事にはしてます。打ち込んだ後に、まあ、英語みたいにこの行は何を意味してるかっていうのを読んでほしいなっていうふうに思っていますね。まあ、論理的にものが考えられる、論理的思考を伸ばすっていうことなので、こう書いたらこうなってこうなるっていう順番を身につけてくれたらなと思いますね。